私は芸能関係の仕事のアシスタントをしています。仕事を辞めて2年目になるんですが、もう一人のアシスタントの先輩が苦手です。上から見せて物を言ってきたり、私がやることは全て当たり前だと思っているだろうなと感じます。別に私はあなたのアシスタントではないのと思ってしまうのは、私がわがままなんでしょうか。友達に、職場に作るという話をしていましたが、職場には師匠とその先輩しかいないため難しいかなと思います。ご意見いただけたら嬉しいですということなんですが、まずね、芸能関係のアシスタントは超絶難しいです。なぜかっていうと、やっぱり芸能関係でやっていける人って、芸能人もその芸能関係のマネージャーも含めてかなりサイコパス系の人が多いです、やっぱり。特に、まあ、タレントさんってすごい癖が強い人多いんで、そのマネージャーってなってくると、その癖の強さを、まあ、ある程度我慢して受け入れられる人じゃなくてできないんですよ。で、当たり前なんだけども、その癖の強さをぶつけられて、すげえストレスを感じた人って、人間ってね、対人関係で感じたストレスをですね、他の人にパスするんですよ。ぶつけちゃうんですよ、それを。だから大体これ家族とか友達とかに向くんだけれども、職場に後輩とか、まあ、それ2番目のアシスタントがいるとそっちに向くんですよ。だからよくほら、ディレクターがさ、AD さんをさ、ぶん殴ったりしているのって、よくテレビとかでね、見かけたりとかするんですけど、バックヤードとかでね。あれなんだかっていうと、やっぱりディレクターってプロデューサーからめちゃくちゃなこと言われるんですよ。だからそうするとディレクターが結構 AD さんに辛く当たるっていうのがあって、そうじゃない人もいますけどね。そういうことがよくあるんで、だから普通にその職場環境が悪いと思うんで、芸能関係のアシスタントをお勧めしませんよ。うん。まあ、これからなくなっていく仕事だと思いますしね。うん。切り抜き、いかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね、の無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録の方もお忘れなく。それでは、バイバイ。